聖書を拝読します。ヤコブ 3-17 です。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、えこひいきがなく見せかけのないものです。木の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。東海女先生の映像説教を聞きます。愛する生徒の皆さん、ある女性がお菓子一袋と本一冊を買って汽車に乗りました。自分の席に行ってみると、隣に一人の青年が座っていましたが、なんだか印象があまり良くないように見えたのです。それでも指定席だったので自分の席に座りました。そして本をしばらく読んでいて、ふっと隣を見ると変なことが起こっていました。隣の青年が彼女のお菓子の袋を開けて食べているのです。初めから印象も良くなかったけれど、本当に変な人だと思いながら見ていると、彼は気にせずにお菓子を食べ続けました。青年があまりにも堂々と食べているので、なぜ人のお菓子を勝手に食べるのかとも言えないでいたのです。しばらく悩んでいたこの女性は、このお菓子が自分のものだということを表すために、自分もお菓子を一つずつつまんで食べ始めました。それでも青年は構わずお菓子を食べ続け、女性も気を悪くしたまま食べ続けました。そのお菓子が最後に一つ残った頃、汽車は目的地にほぼ到着しました。すると青年は最後のお菓子をパンと半分にして、片方は自分が食べて、片方は女性にあげました。そしてありがとうとかすみませんとも言わずに、先に汽車から降りてしまったのです。最後の半分のお菓子をもらった女性は呆れたけれど、ただ我慢することにして、自分も降りるために本をバッグに入れました。その時彼女は本当に驚きました。バッグの中には自分が買った お菓子がそのまま入っていたのです。他人のお菓子を何も言わずに勝手に食べたのは青年ではなく自分だったのです。生徒の皆さん、たびたび人は一つの偏見や先入観を持てば、全く事実でないことについてもあまりにも確かなことのように思い込む時があります。私にもたまにはそんなことがありました。与える心があれば必ず見せかけに騙されるようになります。この女性も隣の青年の印象があまりに良くないと思ったので、彼が他人のものを食べていると簡単に決めつけてしまいました。自分のバッグを確認しようとも思わずに、ずっと相手を悪く思っていたのです。むしろ相手が自分に親切にしてくれたのに、それを悪い方にだけ思いました。皆さんが誰かに会う時や何かの状況に置かれた時も、偏らずエコイーキのない心で見てこそ真実に近づくことができます。ですから上からの知恵はエコイーキがなく見せかけのないものですとあるのです。それでこそ全てを公正な目で見て、何が誠なのか正確に見分けることができます。今日は上からの知恵9回目です。メッセージを聞いて、誠の知恵が皆さんに臨み、命と祝福の道に導かれますよう、主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、前の時間は偏る心があれば結果として見せかけるようになると言いました。
どちらか一方に偏ってエコ意識をしないときこそ、すべてにおいて真実を正確に見分けられます。エコ意識をしないために覚えておくべきことをいくつか挙げてみましょう。第一は、弱い者にエコ意識するのも真理にあっては偏ることです。出エジプト23-3に、またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけないとあります。強者と弱者が争うと、しばしば人は弱者の肩を持つことが正しいと思います。より富んでいて力がある人の肩を持てば、それは自分の利益を求めることで卑怯な姿勢であるように思うのです。しかし、真実を見分けるためには、強者と弱者どちらにも偏ってはいけません。神様は左にも右にも偏らずに、正確で正しく見分ける者の愛と憐れみの目で見ることを望んでおられます。第二は、自分が直に見て聞いたことでないなら、人の話だけ聞いて裁いてはいけないということです。先入観や偏見を持っている対象については、自分が直に見て聞いたことでも真実を正確に見分けにくいのです。まして人の話だけ聞くとか、推測だけで人を裁いたり、下手に断定したりするなら、さらに大きい過ちを犯すようになります。例えてみましょう。皆さんが何かの事業に投資をするなら、まず事前調査を徹底的にするでしょう。取引する相手が信頼できそうな人なのか、事業は本当に収益性があるのか、資料を調べて細かく確かめるでしょう。もし人の話だけ聞いて大金を投資するなら、それによって詐欺にあったり、大きい損害を被ったりしても、誰を恨むでしょうか。また相手に詐欺をする心がないとしても、事業がうまくいかなくなってしまうと、大きい損害を受けるようになるのです。たとえ詐欺をしたり嘘をつく心がなかったとしても、そうなのです。事業だけではありません。すべてのことに見て聞いて判断するとき、慎重にしてこそ、皆さんの心をより正しく公正に作っていけるのです。私は何かの報告を受けるときも、片方の話だけ聞いて結論を下ろしません。誰かの過ちについて報告を受けても、その当事者に聞いてみれば話がまた違います。両方の話を皆聞いてこそ、正確な状況が明らかになるのです。それですぐ判断したり決定したりしてもいけないのです。時には明らかに自分が間違っていても、それを隠したり言い訳しようとする時もあります。このような場合も、私はその話をただ信じてあげる時があります。私一人でもその話を信じ上げて、その人が心に休みを得て励まされて変えられてほしいのです。第三に、エコ意識がなく、見せかけのないためには、感情と指針を捨てなければなりません。ほとんどの人は、自分と親しい人や自分に良くしてくれる人には、少し寛大な物差しを適用します。例えば、親しくない人が原則を守らなければ高ぶって秩序を壊している、正しくないと言います。しかし、自分の家族や親しい人が原則を守らないときは、何かの事情があったのだろうと思うのです。世で親は、子供が叩かれて帰ってくると、良い悪いを確かめる前にすでに腹が立っています。互いに自分の子供が叩いたことは考えもしないで、叩かれた傷だけ見るから腹が立つのです。また相手も傷ついたかもしれないのに、確認もしないで自分の子供が傷ついたことだけでもう怒っているのです。それで、子供の喧嘩が親の喧嘩になるという言葉もあるのです。また会議をしているうちに、普段から嫌いだった人が意見を出せば、その意見の否定的な面だけを見るようになります。反対に親しい人が意見を出せば、長所だけを考えて目が遮られもします。皆さんが何かの話をしたり、何を考えたりするときも、自分の中に感情や指針が感じられたなら、
いつも身を慎んでもう一度顧みなければなりません。愛する人、親しい人に関わることなら、さらに公儀に従って話をして行わなければなりません。温順のところで説明しましたが、十分に楽しめることも楽しんではならず、できることも知ってはならない時があるのです。勤めの関係で多くの人に見られている場合は、さらに身を慎んで自制しなければなりません。自分では公儀によって見分けたつもりでも、それでこのぐらいは十分にできると思ったことが、他の人々が見ると情欲や欲望だと思われることもあります。それならこれまでも相手のためにしないでこそ神様の前で知恵ある人なのです。愛する生徒の皆さん、本文ヤコブ 3-18 に、木の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますとあります。この18節は17節にある知恵の御言葉を結論付けるような御言葉です。純真な心になると、まんべんなく平和を作るようになります。すべての人との平和を追い求める人は、寛容と温順の心で行います。また憐れみと良い人に満ち、そのような人はエコイ気がなく見せかけがありません。このように17節の項目を皆心に耕したときは、18節にあるように平和を作る人になり、平和のうちにまかれた種によって木の実を結ばせます。17節の平和は主に人との平和を、18節の平和は神様との平和を意味します。ところで人はたびたび目に見える人との平和だけを考えて、神様との平和を壊す場合があります。すなわち真理に背いて不正と妥協しながら、これは平和を作る知恵だと思うのです。あるいは人との関係で心が弱くなって、神様の御言葉に逆らう場合もあります。よくある例が保証や財政の問題です。聖書には決して保証人になってはならないとあり、互いに愛し合うこと以外には何の借りもあってはいけませんとあります。私はこの御言葉があるので、主を受け入れてからは互いに愛し合うこと以外には何の借りもありませんでした。誰かに貸してくださいとも言えません。すぐ返せるのに貸してくださいとは言えませんでした。もともとそうだったのに、真理を知ってからはさらに互いに愛し合うこと以外には、たくさん愛するほどいいのです。たくさん愛されるほどいいです。互いに愛し合うほどいいです。御言葉通り生きるなら、何をしても栄えて安らかでとてもいいです。サタンに訴えられないで、保証人になってはならないと神様が言われたらしてはいけないでしょう。互いに愛し合うこと以外には何の借りもありませんと言われたらしてはいけないでしょう。講談では信仰の兄弟の間にお金の取引をしてはいけない、それによってつまずきが起きるといつも教えています。皆さんが一年説教を聞くと、それでも何回かはこのようなメッセージを聞きます。それでも聞き従わない人々は困難に遭うのをたくさん見てきました。聞き従わなかったから。なぜですか？御言葉に反するから、サタンが訴えるようになって、サタンが、そしても神様が守ることがおできにならないということを知らなければなりません。ところがいざ親しい人が保証人になってほしいとか、事業資金を貸してほしいというと、このようなメッセージを忘れてしまう方がいます。信仰の兄弟が困っている、助けてほしいと言うからといって保証人になってあげることが愛ではありません。知恵のないことであり、困難を自ら招くことなのです。また自分と自分の家族だけが苦しむのではなく、保証人になってあげる相手もそれによって苦しむこともあるのです。初めからただであげられるほど愛するならいざ知らず、そうでなければそのために困難に遭うようになり、結局敵になるのです。
教会の中で徳を高めないし、何より御言葉に従わなかったので、サタンが仕業をしても神様が守ることがおできになりません。人との平和よりは神様との平和をいつもまず考えなければならないのです。神様との平和を先に壊したから、今は人との平和が壊れることだけが残っているのです。できることもできなくて、できないことはもっとできなくて、ちょっとおかしいでしょ、反対だから。なぜそうなのか皆さんが知らなければなりません。神様との平和を壊したから、サタンが訴えて、そしても神様が守ることがおできにならないのです。ですから、できないこともできなければならないなのに、できることもできないのです。それで互いに被害者になって、互いに苦しむのです。それで何度も皆さんに私が強調しているのです。また自分の利益を求めて妥協することと、神様の栄光のための平和とをよく区別しなければなりません。ダニエルの3人の同僚は偶像礼拝を拒んで王の怒りを買いました。彼らが王との平和を壊さないためには、偶像に一度だけお辞儀をすれば良いのです。それは簡単なことでないでしょうか。そうですか。難しいことです。神様を信じる人にとっては難しいことなのです。偶像に一度お辞儀をするということはできないのです。それは神様を裏切ることと同じです。御言葉を踏みにじってしまうことと同じことなのです。だから難しいことでしょう。でも、この難しいことを簡単にしてしまう人がどれほどたくさんいますか。そうしてはいけないのです。しかし、これは神様の前にあまりにも大きい罪であり、神様との平和を甚だしく壊すことです。ダニエルの同僚は王との平和が壊れて、それによって自分の命を失おうとしても、神様との平和を選びました。その結果どうなったでしょうか。神様は彼らの義を大いに表されました。すなわち、火の燃える牢に投げ込まれても完全に守られて、王と民の前で栄光を返すようになったのです。このように神様との間に平和を守った時、自分たちだけが祝福されたのではありません。その奇跡を見た王と民も、彼らによって神様を恐れるようになりました。ですから、三人の義人は神様と人との間で平和を作る者の役割も果たしたのです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれますという御言葉の代表的な例なのです。多くの場合、人が思う義と神様がご覧になっての義が違うことがあります。この時は必ず神様がご覧になって正しい方を選ばなければなりません。自分が見て正しい方を選んではいけないのです。神様がご覧になって正しい方を選ばなければならないのです。それも優しいことではありません。なぜ、真理を知らなければ選べないのではありませんか。ですから、真理を知って、この霊的な御言葉を知らなければならないのです。そうしてこそ、わきまえることができるからです。ある人々は神様を信じていると言いながら、偶像にお辞儀をしても構わないと言います。これは悪霊を拝むことではなく、先祖を大切にする良い習慣だと言います。でなければ親の言うことを聞くことが親孝行だと言います。すべて言い訳です。あるいは偶像にお辞儀をしないことで神様を信じない家族の心を傷つけるなら、神様の栄光を遮るという人がいます。そして福音を伝える道が塞がると言ったりします。それは全部自分の思いです。それで家庭福音家の道が塞がるというのです。しかし、偶像と妥協したとき、家庭福音家は本当に塞がってしまうのです。しかし、霊的には反対です。神様を信じている人が偶像にお辞儀をすることが、神様の栄光を遮ることなのです。それで神様との平和が壊れると、神様が働くことがおできにならないので、家庭福音家が遅れるのです。箴言16-7に、主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる
とあります。敵がどこにいますか？自分が敵を作ったのです。いや、相手が悪くて敵を作ったのであって、私は敵を作ってません。自分のせいで相手も自分を敵としたのです。対象が自分なのです。敵を作ったのです。ですから自分だけ正しいと言わずに、御言葉通りに、主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をも、その人と和らがせるということです。この御言葉のように、神様とまず平和を作ると、人とも平和を作ることができます。もし神様との平和を壊して人と平和を作ったとしてもこれは意味がありません。万軍の神様との平和を壊したのに人といくら平和を作ったとしても何の役に立つでしょうか。第一は神様との平和です。それから人との平和も作らなければならないのです。いつでもその平和が壊れることもことがあるし何の益にもならないのです。もちろん同じように偶像にお辞儀をしなくてもその方法においてどれほど賢く行うのかによって結果が違ってきます。聖霊に助けられて善良で知恵のある言葉で家族を説得できるなら良いのですが、そんな状況でなければいっそ黙っていた方が良いのです。静かに祈りながら光と塩となってまめに神様の前に善を積んでいくと、時になると家族にも救われる機会が来るのです。どころかある人はせっかちにしてうまくいかない場合があります。きつい言葉で自分の意見を主張したり、感情の混じった言葉で争ったりするなど、家族の心を傷つけるのです。このようにして家庭福音化が遅れたとすれば、神様が働かれないのではなく、自分がその道を遠回りしているということです。例えば、皆さんは歴史ドラマや映画で国の独立のために戦った人が捕らえられて取り調べを受ける場面を見たことがあるでしょう。尋問を受ける時や法廷に立った時、独立の正当性を主張するのは良いのですが、その方法が間違っているなら、より大きい苦しみを招くようになります。巡査の顔に唾を吐いたり、暴言を吐いたり、判事を侮辱するようなことを言ったりするのです。それで一発殴られるところを十発殴られたり、軽く拷問を受けるところをひどく受けたり、1年の宣告を受けるところを3年受けたりします。そんなことがどれほどたくさんありますか？そうすればスリルがあって、読者が面白があるからか、それとも実際そうだったかもしれません。黙っているか、でなければ殴られるようなことをしないで、ただ独立万歳、我らは独立を望んでいると言葉でよく言えばそれで腹が立って殴ることはないでしょう。なぜ相手の顔に唾を吐いたり暴言を吐いたりするのですか。ある人は今自分が知るしかないところです。自分を殺そうと しているのです。拷問しても聞かないから殺すと決める、そんな状況なのに生き残ったらお前たちに必ず復讐する、殺すというのです。だから生かしてやりたい心が少しあったとしても殺そうとするのではありませんか。状況判断ができないことがたくさんあります。歴史を見てもそうです。ザン・ヒビン、皆さん ほとんど知っているでしょう。王が怒りました。周りで皆怒りました。今は毒薬まで、あんなに愛して王が自分を捨てることにして毒薬まで賜ります。飲んで死ぬように。するといくら愚か者でもここでそれを飲まなくてはならないということはわかるでしょう。飲むしかないのです。それでは上品に女性らしく王のそばめらしく王に向かって参拝して品よくおとなしく
飲んだなら、その後歴史にはどれほどよく書かれたでしょうか。でもそれをひっくり返してまた与えても飲もうとしないであがくから、人たちが手足を動けないように縛って抑え込んで口を開けて飲ませるから、どれほど醜いでしょうか。ですから彼女の良い点がたとえあったとしてもよく評価するでしょうか。すべてが悪く評価されるのです。人が感情を収められなくてとんでもないことをしたり、うまくいくようなこともダメにすることがたびたび起きるのです。隣人との争いも同じです。いくらでも争わないで済むことを、感情を抑えられなくて言い返して、一回言葉で刺されたら自分も2倍にして返して、大きい争いに広がることがどれほどたくさんありますか。隣人の間で敵意を持って仲直りしないまま生きていく人がどれほどたくさんいますか。平和を追い求めれば全部解決されるのに。前の牧師館に住んでいた時、牧師館の隣にその辺りで有名な人が住んでいました。女性ですが、とても悪い人だと噂のその人は、話が通じないそんな人でした。噂を聞いてみれば、あまりにも悪くて話が通じないそうです。その人が怒鳴って、その人が正しいと言えば何でもそうなるし、その人が悪態をつけば止める人がいないのです。でも私たちは愛を持って何一つ責めたりしないで、愛で抱いたら、しばらくしたら家を売りに出して引っ越すというのでした。それで私たちがその家を買ったのです。しばらくしたら引っ越しをすると言って、そうやって神様が買うようにしてくださいました。一緒に言い返して争ったなら感情的になって、売ってほしいと言っても売らないでしょうし、お金をもっと払おうと言っても、あんたのような人には絶対売らないと言ったでしょうが、神様が働かれると、私たちが買うようにその人が売りに出して引っ越していったのです。いくら自分が正しいことをしたとしても、自分の義によって不必要な悪を行ってより大きい試練を呼ぶなら、これは知恵ではありません。皆さんは日常生活上でも神様の御心にかなう方を選ぶだけでなく、その方法においても善の知恵をいただかなければなりません。それでこそ速やかに答えをいただいて祝福され、すべての人とも平和を作れる好機が満たされるのです。つまり神様との平和とは、ただ神様と自分との関係だけでなく、善果を通じて忠実であることとも関わっているのです。使えと規制、愛と徳を通して周りの人とも平和を作らなければなりません。皆さんがこのように神様との平和を作るなら、これで皆さんは義と認められます。神様の前に霊的に大胆になり、求めるものは何でも答えをいただいて、行くところはどこででも祝福の実を結ぶのです。もともとアダムが罪を犯した後、罪人になった人類は聖なる神様と平和を作ることができませんでした。しかし罪のないイエス様が私たちのために十字架につけられて死なれることで、なだめの供え物になってくださいました。ローマ5:1に、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあります。信仰によって義と認められた私たちは、つまり信仰によって御言葉を聞いて守りを行ったのです。それで真理でないものを捨てて、悪を捨てていくので義人になっていくのです。そうやって信仰によって義と認められるのです。つまり神様に、あなたは今それだけ義人となったと認められた私たちは、イエス・キリストによって神との平和を持っています。だから主にあって、今は神様との平和を持とうということです。
イエス・キリストが私たちの義になってくださり、私たちは主を信じることによって義人とみな認められ、神様との平和を持つようになったのです。ところで私たちが罪許されたとしても、それで終わりではありません。ひとまず信仰によって義と認められたなら、それからは行いのある誠の信仰に育たなければなりません。それが信仰生活であるのです。罪と悪を脱ぎ捨てて、純真と寛容、温順と哀れみ、このような義を心に耕していかなければなりません。そうしないで、相変わらず罪の中に生きるなら、それだけ神様との平和が壊れます。神様は一人子を渡してくださるまで犠牲になって私たちと平和を作ってくださったのに、私たちの方からその平和を壊すことがあってはならないのです。皆さんは速やかに全ての罪と悪を脱ぎ捨てますように。それでいつも神様との平和を持っているだけでなく、だんだんとより深い信頼関係を作っていきますように。そうするとき、アブラハムやモーセのように神の友と認められることもできるのです。このように神様との平和を作った人は、他の人々まで神様との平和を作るようにして、祝福を与えることができる公義を満たすようになります。アブラハムが神様の前に平和を持っていたので、アブラハムと一緒だったロトも祝福されました。また神様の前に大胆だったモーセのゆえに、イスラエルの民が許しと憐れみを受けました。このように多くの人まで神様の身元に導いて平和を作るとき、神様の誠の子供と言えるのです。マタイ 5-9 に、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからとある通りです。私はイエス様を信じてこうやって教会に通っているから神様の子供ですけど、しかし聖書には正し書きがついています。誰でもあなたは私の息子だ、あなたは私の娘だと言われるのではないということです。結論です。愛する生徒の皆さん、最近のニュースを見ると世は誠に落ち着きません。聞こえてくるニュースは皆辛くて気がめいるようなものなので、あちこちで大変だ、やっていけないと言います。リストラされてクビになったり、職場を失ったりもします。このような世の中でも神様の知恵は皆さんを慰めて平安を与え、祝福の道に導くでしょう。ゴシェンの地のイスラエルの民はエジプトの塔の災いの中でも守られました。7年もの大飢饉があっても、ヨセフは自分の使える王が富むようにして自分の民族を豊かに養うことができました。皆さん、何か小さな試練などが来たとしても、いつも自分を顧みなければなりません。自分から原因を見つけるのです。なぜ守られなかったのか。7年もの大飢饉があっても、ヨセフは自分の使える王が富むようにして自分の民族を豊かに養うことができました。今日で上からの知恵のメッセージを終えます。これまで聞いた9編で誠の知恵が何かを悟る皆さんになりますように。結局知恵とは神様の六次六感の御言葉そのものです。戒めを守ることであり、悪を避けることであり、純真な心で聖霊に導かれることが知恵なのです。聖書の六次六感の御言葉が知恵そのものになるのです。戒めを守ること、悪を避けること、純真な心で聖霊に導かれることが知恵なのです。当然、清い心になれば聖霊に導かれます。働きかけられるし、聖霊の声を聞いて働きかけられて導かれていくのです。つまりこれは神様に導かれることと同じです。予知予定なさって全てをご存知の神様が私たちを導かれると何が乏しいでしょうか。乏しいことは何一つないでしょう。敵である悪魔なんか恐れるでしょうか。
すると魂に幸いを得ていて、すべての点でも幸いを得ます。魂に幸いを得ているとは、御霊の歩みに入った人のことです。魂に幸いを得る前は、信仰の1段階、2段階、3段階までは肉の人なので、魂の人と言います。霊は生き返ったのですが、魂に多く支配されています。それで肉の願うことに従います。御霊ではなくて。ですから、使徒パウロは言ったように、私は本当に惨めな人間ですと言うのです。心は燃えていてもできないから、肉の人だからできないのです。でも、御霊の歩みに入れば、その前は魂が主人の役割をしていました。肉の人は。魂は敵である悪魔に属しているから悪魔に従って、だから父である悪魔から出たというのです。ところが御霊の意味に入れば、今は霊が主人になりました。魂はそのしもべになるのです。霊のしもべになるのです、魂が。しもべはどうでしますか？主人が言いつける通りにするのです。主人の言いなりになるのがしもべなのです。しもべが好きなままにして従わなければ、それはしもべではありません。かえって主人を任そうとするのに、それがしもべですか？誠のしもべにならなければ、神様のしもべなら、誠のしもべにならなければならないでしょう。神様の命令ならただ従って、神様だけにより頼みます。主人なので祈りながら働くのが誠のしもべですね。つまり、霊と魂の関係が正しくなっているから、魂が主人の霊に使います。だから魂に幸いを得ているというのです。すると、その次は、すべての点でも幸いを得るのではありませんか？すべてのことが栄えるようになるのです。その次は健康であるように祈ります。健康になるのです。神様が望んでおられるので、当然健康ではありませんか？どうですか？理解できますか？とても優しいですね。これを糧として行いさえすれば本当に祝福です。一つ一つが全部。それでこのように戒めを守り、悪を避けて純真な心で聖霊に導かれることが知恵なのです。聖霊に導かれるので知恵なのです。これを本文ではさらにいくつかの項目に分けて具体的に例を挙げました。純真と平和、寛容と恩順、憐れみと良い意味、エコひいきと見せかけのないこと、このような一つ一つを皆さんの心に深く刻みますように。ひょっとして皆さんの中に、私はある程度真理に変えられたと思う人がいても、さらに深く自分を顧みますように。お父様、私は本当に正しいでしょうか？今私が考えたことが、話したことが、したことが、本当に神様の御前にふさわしいでしょうか？このように祈り心でいつも顧みて完全になるようお願いします。御霊の歩みに入ったとして完全になったのではありません。次に全く聖なるものの段階があるからです。全く聖なるものとされて完全になったなら、またそれを無にしてさらに深く入る道もあるのです。数えきれない魂を神様の身元に導いて、天国でも永遠に輝く皆さんになりますよう、主の皆によって祝福して祈ります。メッセージを覚えて一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、感謝いたします。今日まで上からの知恵、9回目のメッセージを聞きました。感謝いたします。まずは純真であることが上からの知恵の第一だと言われました。もう一度悟りました。神様との平和、自分との平和、隣人との平和を作るようにしてください。それで神様が望む良い心に変えられるようにしてください。父なる神様、感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。